DOE に関する数値目標を策定する前段階を公表したことでこんな風に動いたんです。400円が460とかですよ。パカラッパカラ。皆さんこんにちは。うまちゃんこと経済アナリスト馬淵麻里子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンドを皆様からのご質問にお答えします。馬淵さん、はい、最近、結構投資の勉強してるんですけど、PBR 大事例をよく聞くんですよね、でそういった中でなんか他にもなんか大事な指標っていうか注目した方がいい、なんかそういうのあるんじゃないかと思って、さすが、ぜひ勉強の意欲が高いですね。素晴らしいですね。素晴らしいですね。ありがとうございます。 OK です。PBR に注目してるって素晴らしいので、今日はその PBR とか、いろいろまあ経営指標っていうのがあるんですけど、それを深く解説していきたいんですが、なんでこんなことが起きてるのかって根本からお話ししたいと思います。まず一番この、PBR を注目していくって時に、企業って結構お金貯まってるんですよ。資本が貯まっていて、資本をうまく使っていきましょうよっていう、動きが、圧力が当初からあります。資本コストをちゃんと意識して、そしてさらにそれを使うことによって株価も意識しなさいよっていう、要請があるんですね。これって、PL、損益計算書の脳から BS、バランスシートも重視しましょうよっていう、一つの考え方かなというふうに私は理解しているので、そもそも PL と BS をまず解説しますね。投資家とか、アナリストもそうなんですけど、やっぱ特に PL、損益計算書と言われている今年の売上どうですか、費用がいくらかかって残りの利益いくらになりそうですか、売上利益ばっかりをね、求めますよね。これが PL、損益計算書に書かれているものは、1年間を通じた売上と利益の話なんですね。すごい、だから1年の話なんで、短期視点なんです、結構視点が。だけど、それだけだと、どうなのと。持続的に成長していくっていうふうに考えたときに、もちろん、バランスシートってもう一個企業の会計にあるので、バランスシートもちゃんと見ていきましょうよっていうときに、基本的にこの1年を通じて溜まった利益、薄いピンクの純利益のところで、溜まった一部を、この濃いピンクのところにこう積み上げていくんです、薄く。なので、PL と BS は唯一連動しているのが、このピンクと濃いピンクのところです。バランスシートっていうのは、銀行から借り入れて、負債ですね、緑のところ借り入れて、それをテコに工場を作ったり、オフィス借りたりするので、それをテコに資産を増やしていく。そして最終的に純資産といって濃いピンクのところに資産が溜まっていくんですね。なので、ここと、それに加えて、自分のこう稼いだ利益がこういうふうに薄いピンクから濃いピンクにこう積み上げながらも、株主の資本も入って、投資家から集めた利益が濃いピンクのところに入っているので、今日はここを株主資本として説明したいと思います。なんで BS をちゃんと意識して経営しましょうよ、あるいは投資家もマーケットもアナリストもみんなここ見ましょうよっていうことなんで、 PBR がどういうことなのか、一倍割れてどういう状況なのかを解説するとこうなります。バランスシートのこのピンクのところ、株主資本が企業を上場している場合、時価総額っていう企業の基準があるんですが、時価総額が株主資本を割っているという状況なんで、あれ？私たち投資したのに、投資のその価値よりも上場している今の時価総額ちっちゃいってどういうことですか？全然投資家としてこう恩恵を受けられないっていう、この図がまさに PBR、一倍割れの状態の図なんですよ。株主資本の濃いピンクのところよりも時価総額がちっちゃい状況。これがPBR 一倍割れの状態なんで、せっかく投資してるんだから、ちゃんと株価上げて、時価総額伸ばしなさいよと。私たちに恩恵もっと与えなさいよっていう考え方なんですね。なんで PBR を計算式で表すと、株価、上場してるこの株価割る、一株当たり株主資本、ピンクのところなんで、こういう計算式で表すことができます。じゃあこれが PBR 一倍割れている状況から一倍を超える大きな数字にしていくためにどうしたらいいかというと、このピンクのところを使っていく、ちっちゃくしていくと PBR って大きくなりますね。なんで、この溜め込んだ株主の純資産のところを使いなさいよ、外に使っていきなさいよっていう流れの中でアクションが決まってくるわけなんですね、企業としての。それが次のスライド。株主資本、この濃いピンクを効率的に使うとは、何に使っていくのかというところで使い道が3つあります。まず1つ目は当然成長投資なんで、
不採算事業、まあ、あんまり利益出てないところはカットして、でより成長できるような分野に、新しい分野に成長投資をしていく、あるいは M&A の時に何千億とか、何億とかお金かかるんで、こういうところにお金を使っていきましょう。そして最後、まあ、ここ論点まだ分かれてますけれども、賃上げっていうのはコストに換算されるんですけど、究極的には成長投資だと思うんですよ、ね、成長投資イコール賃上げっていうことの可能性もあります。ここはまだ論点は分かれてます。次に2つ目が、投資家側の目線としては、すごいお金貯め込んでるんだったらちゃんと配当を出しなさいよと、自分たちに還元しなさいよってことで増配、配当金を上げていくっていう動きがあったりとか、あと自社株買いっていう動きなんですけど、自らの自分の会社で自分の株を買う行為っていうのは、株価を上げていく行為につながるんですよ。なんでたまった自分たちのお金を使って自分たちの株を、マーケットに出てる株を買い取るっていう動きが自社株買いなんですけど、これは株価が上がっていきやすいので、そういったところに今使われてます。でもこの2番の配当とか自社株買いって、単純に今貯まったお金をすり減らしてるというか使ってるだけじゃないですか。なんでこれだけやってるとどんどんシュリンクしていくの分かりますか。貯まったお金を配当で出して、で自社株買いで使っちゃうと、どんどんこう資本が減っていくんですね。そうですね。そう、本来はやっぱ1番目の貯まったお金を次なる成長投資、あるいは人材を獲得するために使っていかないといけないんですけど、まだまだこれは日本企業はできていません。すぐにこの2番目をやっちゃってるっていう状況なんで、ここは注意喚起です。で最後ちょっと難しいかもしれませんけど、政策保有株っていうのがあって、これ何か国の話じゃなくて民間企業の話なんですけど、例えばトヨタが取引先のデンソーっていう会社があるんですけど、そこの株を互いにこう持ってたりしてるわけなんで、これって、株を持ってる行為なんで、資金を寝かせてる行為になるじゃないですか。何千億か寝かしちゃってるので、無駄なままのお金がこうプールされてる状態なんで、別に、まあ、そのトヨタが関係会社の株持ってる必要ないじゃないですか。っていうことで、売却しなさいよって圧力があるんですよ。そうなんですか？そう。そうすると、一部売却すると、まあ、資金がチャリーンって利益確定するわけじゃないですか。うん、じゃチャリーンって利益確定した金額を EV に投資する、これ資本効率です。なるほど、ちゃんとお金動かして。そうなんで、政策公有株みたいな感じで、これは日本の企業同士が中で仲良くして持ち合って、ほらハゲタカとかいう風にさ、外資がさ買収しに来た時に困るじゃない。なんで互いに持ってたらパーセンテージで結構 高め合えるので、買収の防衛になったりするっていう考えのもと、うん、互いにこうよいしょしてたわけですよ。だけど、それってやっぱ意味ないよね。資本コスト考えてないよね。なんで解消しましょうよと。っていう動きがあって、今みたいにチャリンってこう、お金が一旦確定するんで、成長投資に一部回せるということなんで、これも資本効率の動きなんですよね。なので PBR を理解していくと、ここまでわかります。取るべき企業のアクションは3つ、こんな風に分かれてきますと。で、もう一個、実は ROE っていう考え方があります。これも上場企業では求められる水準で、 ROE を高めましょうっていう話はよく出てくるんですけど、これは自己資本利益率という考え方で、まさに今お伝えしてきた PL と BS を結びつけてる指標です。つまり見ていただくと、株主資本が分母になってピンクの利益がありますね。だから純利益割る株主資本が ROE なんですよ。これどういうことかというと、濃いピンクの株主資本、皆さん投資家から集めた資本をいかに効率的に使って今年の利益を出せているかっていう指標なんで、まさに PL と BS が結びついている指標で、これを 8% 以上目指しましょうよっていうことが随分昔から言われているわけなんで、すごく重要な経営指標になります。新しい DOE という数値が出てきたので、これも今特に去年ぐらいから特に注目が集まっているので、これを紐解いていきたいと思います。配当に関する指標として代表的なものとしては、配当成功という考え方があります。 PL を基軸として物事が考えられています。どういうことかというと、配当成功というのは分母に純利益、つまり1年間通じて稼いだ利益に対して年間の総配当額、皆様の投資家の方に還元する配当金額を分子に持ってきています。なんで出た利益、チャリーンとこう1年間で企業が稼いだ
利益に対して、だいたい 30% ぐらいは、いい企業だったら還元しなさいよ。なんで、3割還元。残りは、社内にプールしておくなり、まあ、なんなり成長投資に使うなり、まあ、3分割って分かりますよね。なんで、基本的には配当成功 30% っていうのが普通の水準なんですね。これは1年間で稼いだ利益に対してちゃんと還元していくっていう考え方なんですけど、まあ、1年の話ですよね。なんで次に見ていきたいのが BS 企業の歴史、積み重ねた歴史に対してどれぐらい配当を出していくのかって考え方が DOE になります。これ見ていただくと、株主資本に対してどれぐらい年間の配当金額を還元していくのかっていう数字になるので、これはかなり長期的な配当金を出していくっていう指標になるんですね。つまり積み重ねたこう BS に溜まったこの株主資本のうち、これ結構ボリュームありますよね。ここに対して1年間の配当金額を何パーセント返していくかっていう考え方なんで、時間軸がすごい長いものの考え方になるので、基本は長期的に配当を出していくっていうメッセージにもなっちゃうんですね。なんで DOE を表明することが長期的に配当を出しますよ。そんなに、例えば1年で利益がブレたりする場合、PL で見てるとブレるじゃないですか。じゃあやめだと、ごめんなさい、今年はちょっと減配させてもらいますとか、そういう話になるんですけど、BS の方を軸にすると、すごい時間軸が長いので、長く皆様とお付き合いをして、配当を出していきますよっていうメッセージになるので、DOE が特に最近注目になってきているということです。これは高ければ高くないんですか？あ、そうです。株主資本に対してどれぐらい還元していくのかって時に、いろんな企業の IR 見てると、これから 3% 目指しますよとか、これから 4% 目指しますよ。自分たちのこの株主資本に対しての割合は 4% ぐらいの還元。だから配当成功だったら、この利益に対して3割なんで 30% っていう話ですけど、株主資本の場合は 4% ぐらいの還元っていうふうに。なるので、大体だから予測できるんですよ。株主資本、まあ、順番に積み上がっていって、大体ね、毎年 4% なんだっていうことを予想できるので、高ければ高い方がいいですね。で、これ、ノブさん、わかりやすく、一言で言うと、どういうあれなんですか？聞いてると、この株主資本をうまく効率的に回して利益を出してる？うん。みたいな感じなんですかね。そうね、これは還元の話なんで、はい、しっかりと稼げていることを前提に、投資家に長期的に還元しますというメッセージですね。一時的な還元じゃなくて、しっかり還元していきますよ。でもこれって、還元するっていうのは、一応企業として未来が見えてないと言えないんですよ。わかります？自分たちがこれぐらい将来に向けて伸びていくという、まあ大体見えてるわけです、経営者として。あと10年ぐらいはこれぐらいに成長していきそうだと。その中で株主資本が溜まっていく中で、これぐらいのパーセンテージ返せそうだってことがもう書けてるのよねっていうことです。機関投資家とか海外の方も注目しているし、海外の企業であれば DOE を採用している企業が多いということなんですね。特にこの DOE に関しては去年ぐらいから日本で特に注目を浴びていて、投資家も注目している指標になります。経営指標になります。すごいですね、最新のみたいな。僕はなんか投資勉強し始めたら、とりあえず PR 勉強して、うんうん、そうそう。でも多分なんか10年前に書かれたような本で勉強してたんですよね。うん、これここはもう最新の。そうですね、最新の本で、ね、ちょっと言葉ですね。そうそう。PR とかああいうものと同じレベルというか、同じように学んでいくべきこう指標なんですよね。羨ましいな、最新。これ長期投資するのは DOE もちゃんと見といた方がいいってこと。うん、そうです、そうです。DOE を表明してない会社もあるんですけど、今の段階では DOE を経営として表明している企業が注目です。あとは、表明してなくても、例えば皆さんがよく知ってる民株さんありますよね。民株さんの、ページで、企業の中の配当、株主還元かな、欄行くと、勝手に計算して出してくれてるんです。便利ですね。そう、便利、便利。そこで見れます。私、それ見たりしてますね。で、多くの会社はこれからまあ 3% とか 2% とか目指していきますよって、それぐらいの水準感なんで、水準もぜひ知っておくといいですよね。で、事例としてちょっとご紹介したいんですけど、北陸電気工業という会社が2月26日に
配当について DOE を目標値に掲げて 2.5% 以上これから目指していきますという発表を出したんですよ。でその後株価こんな感じです。ぴょんとね。まだまだ目新しさがあって DOE を目標値に掲げるとこんな風に動くと。で結構上がってますね。そうです。結構動いてます。まあ特徴としては PBR 一倍割れの企業が対策としてこういうことを掲げることが多いので、北陸電機さんも見ていただくと、PBR この時 0.8 倍ですよね。上の方にありますけど。で、この会社はこういうものを出していると。次、中野不動建設。これも11月27日に、配当について DOE に関する数値目標を策定すると予告。まだ出してないんですよ。だけど、これから、経営陣で議論して、DOE に、の、関する数値目標を策定するって、まだじゃないですか。その、この前段階を公表したことで、こんな風に動いたんですよ。ちょっと面白すぎて。だって、400円が460とかですよ。めちゃめちゃ、上がってますよね。10% 以上ですね。ね、そう。びっくりしちゃって、っていうことです。まあ、それぐらい、まだ目新しいんだと思うんですね。海外とかですごい主流になってきてるんであれば、株がすごい、世界からお金が集まってる。ってことは、その、アピールにもなりますね。そうです。明らかにこれは海外の機関投資家を意識した発表だと思うんですね。彼らも、一倍割れてる企業は今注目。その中で自分たちのこう色を出すために、DOE を出して、で、海外の方見てくださいっていうことで、明らかにそこは意識した発表だと思うんですよね。まあ、大きなお金が動くから、そこをこうね、個人の投資家が見とくっていうのはすごい、いいこと、ね。面白い動きがありますよね。で、最後、まあ、デンソーですね。こちらも、去年の4月27日に配当について、DOE を採用して3% を目標値とする。まあ、こんな感じです。面白いですよね。じゃあ、去年のあれ、その PBR の、テーマみたいな感じで出てきましたけど、そうそう、今年は何だろう、それがテーマに上がってくるかもしれない。一つのね、まあ、PBR ほど強いインパクトを持つかどうか分かんないんですけど、やっぱり配当を皆さん気にしてる中で、単純に増配しましたっていうニュースでも動かなくなったりとか、配当成功を上げますっていう話も動きづらくなってきてて、本当にここ最近この DOE を絡めてくると動くようになってきたので、まあ皆さんもこう、飽和状態で いろんなこと出しすぎて、もうみんながみんな増配してるんで、何を参考にしたらかもう溢れちゃってわかんないみたいな時に、やっぱこう次なる先進的な数字を見ていくみたいな一つかなって思ってます、ね。ありがとうございました、めちゃめちゃ勉強になったので、これから、まあ、DOE を、まあ、見ながらちょっといろいろ投資していきたいなと思いました。すごい、もう中継者も上級者。ありがとうございます。ありがとうございます。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。